下町の工場で作業しているのは東京芸術大学出身の若手アーティストです。町工場とアーティストがコラボレートして作品作りを行うプロジェクトには東京都中小企業応援ファンドが活用されています。江戸川区にある株式会社西川製機製作所、医療・理化学機器の製造販売、プリント基板や自動車部品など要望に応じて金属・樹脂の切削、板金・溶接・組み立て加工などを行っています。プロジェクトではアーティストたちに工房スペースを無料で提供、工場にある金属の加工器具の使い方をレクチャーし貸し出しもしています。どうして若手アーティストと町工場がコラボレーションすることになったのでしょうか。東京都の中小企業振興公社さんの主催の、三角連携デザイン開発プロジェクトという事業がありまして、でそこに参加させていただいて、東京芸術大学の皆さんと一緒にコラボしてイノベーションを起こそうということで新しい、作品、うちらにとっては製品を一緒になってこう研究をしたと、そういうのが三角連携のスタートでして、大学生の時には当然工房というのが各大学にありますの で卒業されると実際自分の専用工房というのは、やはり高嶺の花であると、弊社の一角すごく狭いですけれども、使ってみませんかっていうようなことでご提供させていただいたのがスタートです。こちら利用しなければ私の制作は成り立たないぐらい活用させていただいていて、工場の工場の方々の知識だとかそういうのに大変助けられて制作しています。はい、この工房で生まれた美希さんの作品、今後私どもホームページ をリニューアルいたしまして、新たなアート専用の、販売ページ作っていきたいと思っています。当然こちらの方で作られたアート作品、多くの方々に知っていただいて手に取っていただく機会を私どもが仲介しまして仲立ちすることで、多くの方々に、お手に取っていただこうと、そういうような形で我々も一つの事業として考えております。若手アーティストの創造力と町工場の製造技術力でメイドイン東京の魅力ある製品が誕生していきます。